ジョン・ジャック・サイラス・リードはアメリカ合衆国出身のジャーナリスト及び活動家。リードはオレゴン州ポートランドで生まれた。ポートランドの住民は彼を誇りに考えているが、辞書によると、リードはポートランドに愛着を持っていなかった。1910年にハーバード大学に通うためにポートランドを去り、二度と戻らなかった。 彼は労働者ストライキへの同情的な報道を呼び、メキシコ革命のルポルタージュで有名になった。リードは、第一次世界大戦中のヨーロッパで、ロシア革命の始まりを聞き、1917年に、ロシアへ向かった。彼は、自身の体験や、ウラジーミルレーニンへのインタビューなど、ロシア革命のルポルタージュとしてまとめ、世界を揺るがした10日間を観光した。この書には後に、 レーニン夫妻が序文を寄せ、世界の労働者たちに無条件で推薦すると、称賛した。リードと、作家、女性運動家である彼の妻、ルイーズ・ブライアントは、作家の友人をニールと親しかった。1920年、リードは、モスクワで、シフスのため死去した。現地で葬儀が行われた後、ソ連の英雄として、赤の広場にあるクレムリンの壁墓所に埋葬された。 アメリカ人で、この場所に埋葬された人物は、アメリカ共産党初期長であったチャールズ・ラッテンバーグと、世界産業労働組合の指導者ビル・ヘイウッド、そして彼だけである。モスクワで埋葬される、リード1929年に、ジョン・リードの名を冠した、共産党のプロパガンダ機関である革命的、作家集団、ジョン・リードクラブがニューヨークで結成された。 画家の石垣栄太郎や野田秀夫ら在米の佐派系、日本人作家も参加した。機関誌として、ニューマッセズ、パーティザンレビューを刊行。1981年の映画、レッズは彼のご反省を描いている。ありがとうございます。